こんにちは、みずきです。今回は私の好きなダニエル・ウェリントンの時計をご紹介していきたいと思います。はい、ということで私が今つけている時計がこちらのタイプです。期間限定の時計になるんですけど、文字盤が白の周りがゴールド、ベルトが赤になってます。ベルトが赤なんですけど、明るい赤じゃなくてちょっと渋めの落ち着いた赤になってます。秋っぽいカラーなので、これからの時期に使いやすい時計です。そして今回新入りした時計がこちらです。クラシックペティートスタイリングというものです。こちらは 32mm の文字盤がブラック、そしてシルバーのストラップタイプのものです。で、このストラップのところなんですが、他にもゴールドのストラップがあります。で、ここで自分でサイズ調整ができるのでかなり使いやすいです。はい、つけてみるとこんな感じです。そしてダニエル・ウェリントンの時計は自分で簡単にストラップ交換ができます。ということで実際にストラップを交換していきたいと思います。で、私はこちらリーディングというものを選びました。ベルトが黒のタイプの時計を持っていなかったのでこちらを選びました。で、ベルトを交換していくんですけど、時計が入っていたこの箱の裏にこういうものが入ってます。で、こちらでストラップを交換していきます。この穴のところにこれを入れてストラップを取ります。そしたらここがこんな風に分解されて、こちらの棒が残るので、これに新しいベルトをつけます。ここの穴のところにこの棒を通します。そしたらここに通します。はい、こんな感じでベルト交換できました。またさっきと全然違ってベルトを変えると雰囲気も変わってきます。はい、つけるとこんな感じです。こうさっきはシルバーが強かったんですけど、オールブラックでかっこいい感じになりました。で、もう一つダニエル・ウェリントンにはアクセサリーもあります。はい、こちらです。クラシックカフのシルバーで、サイズは S です。こんな感じで時計と一緒につけるのも可愛いし、こんな感じでアクセサリー単体でもすごくシンプルで可愛いです。で、私はシルバーにしたんですけど、これもゴールドがあります。では今からこの時計に合わせてストラップを変えながら洋服を何着か変えていきます。はい、こちらのシンプルな白 T にはブラックのベルトの方をつけました。このタイプのベルトはカジュアルな服装にもかなり合うのでこちらにしてみました。アクセサリーつけるとこんな感じです。そしてさっきの白 T の上からジャケットを羽織ったんですけど、このジャケットに黒だと結構かっこいい感じになります。で、こっちのベルトに変えるとかなり大人っぽくなると思います。そして次こちらの秋っぽい洋服、まあ、この黒の時計でもいいんですけど、これよりもこっちのベルトと合わせる方が私は好きです。こうレースに隠れててもシルバーだとキラッと見えるし、結構暗めの洋服なので、まあ、アクセサリーは明るめのシルバー系にしました。で、もちろんこれもこのアクセサリーをつけても可愛いです。はい、というわけで今回はダニエル・ウェリントンの時計をご紹介したんですけど、こういう風に替えのベルトを自分で簡単に取り替えられるっていう点が私は好きです。いろんな種類のベルトが欲しいので買おうかなと思ってます。あとはこんな感じで文字盤の色だったりサイズ感もいろいろあるので、自分の好きなタイプの時計をカスタムできるのですごい私は好きです。そしてこの動画を見てくださってる皆様にお得な情報があります。ダニエル・ウェリントンの公式ホームページから商品を購入するときに MIZUKI みずきとクーポンコードを入力すると 15% オフで商品が購入できます。下の概要欄の方にリンクを貼っておきます。購入される方はぜひクーポンコードを使ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。では